ユーザーが素早くあなたの YouTube チャンネルを覚えてくれて、あなたの動画を優先的に見てもらえるようになるとしたら、理想的だと思いませんか？今日は、その確率をいくらか上げる方法についてお話しします。何をするかというと、YouTube チャンネルのアイコン画像を設定する、というものです。アイコンは、チャンネルの顔。ユーザーが最初に覚える一つ目のコンテンツです。チャンネルの名前とこのアイコン部分で、ユーザーの多くが動画投稿者のイメージを固めます。初期設定のままにしておくと味気なく特徴がないので、ユーザーの印象にも記憶にも残りません。ここをきちんと設定することで、プロとしての信頼感と好印象とともに記憶してもらいやすくなります。アイコンの設定方法はシンプルです。詳しくは動画説明欄に続きはとあるので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。